碧桂園、ついにですね、生産申し立て出ました。ということで、恒大に続き碧桂園ですから、これやべえんじゃないかなということで、いろんなところがね、これ記事にしてるんですけれども、ちょっと産経新聞の記事からちょっと行きましょうかね。中国不動産大手の碧桂園に債権者が生産申し立て、香港で5月に審理へと、資金繰り悪化ということで、ついに碧桂園にも運命の日が来ちゃうかもしれませんね。この記事によるとですね、中国不動産大手碧桂園は28日、債権者が、香港高等法院、高等裁判所ですね、香港ね。こちらに清算手続きの申し立てをしたと発表しましたと。債総額、308億円ですね。16億香港ドルになるそうです。それのですね、元利両方ともですね、支払い受けてないってことですかね。碧桂園は中国当局の、統制強化に端を発する不動産不況の長期化により、資金繰り難に陥っていると。なんか碧桂園もですね、これ香港の証券取引所の開示で、情報開示なんでね、向こうもね、これで明らかにしたということです。最初の審理は5月17日に開かれる予定。碧桂園は申し立てに対して極力反対すると表明したそうですが、香港株式市場ではですね、10% 売り込まれてね、株式売り込まれて 10% 以上値下がりしたと。同様の記事はですね、日経新聞にも出てまして、中国不動産の碧桂園に法的整理の申し立て、香港国債でということで、いやー来てますね。ここも書いてます。これによるとですね、全く同じ内容なんですが、直接ね、碧桂園にコメントを求めたそうなんですよ、日経新聞が。そしたらね、回答がこうでした。申し立てに強く反対する。対抗するため、あらゆる措置を講じる。だそうです。またですね、申し立てが物件の引き渡しなど、正常な運営や海外債務の再編に大きく影響することはないと。いや、こんな申し立てられても、ちゃんと借金返すんで、他の人は申し立てやめてください、みたいな、そういう感じですね。日経新聞解説によるとね、不動産業界に逆風が強まる中、碧桂園は資金繰り難に陥った。期限までに米ドル債の支払いができず、2023年10月には国際金融団体から債務不履行（デフォルト）認定されていたと。香港高裁は1月29日、経営再建中の不動産最大手中国恒大集団に対し法的整理の命令を出したと。裁判所の監督のもと債務を整理する手続きが始まったが、法制度の異なる中国本土の資産を回収できるかは中国当局の意向に左右されそうだということで、碧桂園も同じですね。結局これでですね、香港の高裁がね、清算命令出したとしても、結果的にですね、チャイナの本土にね、たくさん資産持ってるでしょうから、こういうのが処分できないということになるとですね、これ担保付きだと思って買ったこの債券、実は担保もなかったもんねと。これね、実はちょっと2段階落ちてるんですよ。だるま落としじゃないですけどね。まず最初、暗黙の政府保証があるんじゃないかってみんな思ってたんですよ。それで買いました。ところが暗黙の政府保証ありませんでしたと。でもさすがにさ、これ一応担保ついてっから、裁判所でその清算命令取ればさ、資産売っていくらか回収できんじゃないのと思ったら、清算命令取ってもチャイナのね、本土の裁判所が全然協力しないんで、1円ももう取れませんみたいなことになると、ということで、暗黙の政府保証もなければ、そもそも担保もついてねえと、もうただのその無担保債だったみたいなことになるでしょ。そうするとこう、当初暗黙の政府保証とさ、担保付きって折り込んでついてた価格だから、それがないってなったら、それは値洗いしたら、それは見直しになりますよね。そうするとこの恒大のショックでね、かなりそのまあチャイナのね、そういう不動産、開発会社のですね、債権っていうのはもう価値がほぼもうゼロになっているというところにですね、碧桂園今回やってね、これも恒大と同じようにですね、生産もろくにできないということになる。これかなり悲惨なことになるかなって。あとね、もう一個ちょっと気になるのは、チャイナの国内ではそうかもしれないですけど、チャイナの国外ね、例えばマレーシアにほらカントリーガーデンってでっかいのねやってましたよね。碧桂園はね、フォレストシティで間違えた、フォレストシティっていうなんか大開発エリアやってましたよね。昔日本の経営者もよくイスカンダルプロジェクトつって騙されたやつの一環なんですけど、あれがね売りに出されたりとか、あとはそうアメリカとかヨーロッパで買ってる不動産とか今すごい売ってるらしいんですけど、残ってるものにもこうなんか競売かかるみたいなね、差し押さえ入って競売かかるみたいな展開も考えられるかなということで、チャイナの海外資産爆買いもですね、これで終わるのかなと。北海道でなんか土地買われてるとか言ってる人いますけれども、その土地も売りに出るんじゃないですかね。ただ原野商法の被害者みたいな感じの土地だと思うんですけども、果たして買う人がいるかみたいなね。買い叩かれるんです、こうやってね。資金が欲しいって言って売りたいって言うと値段下がるんですよ。不動産ってそのものです。買いたいって言うと値段上がって、売りたいって言うと値段下がるのが不動産なんで、一見これかなり厳しいことになるかなと思います。問題はですね、資金繰りがですね、やっぱ厳しいんですよ。商売がうまくいってないと。資金繰りがうまくいってれば、債務は維持可能なわけですよね。これよく国債の話でもしますけど、今すぐ借金を全額返せってことじゃないんですよ。ちゃんと利払いやってくれればいいんだけど、利払いが滞って元本も返せねえんじゃねえのって不安になって、こうやって裁判所に訴えられるわけですから、ちゃんと利払いしてれば、もっと借りててくださいって。我々金利欲しいんでずっと借りててくださいみたいな感じになるんですけど、金利の支払いまで滞るからてめえって。なるわけですよ。なんで金利の支払いが滞るかというと、商売がうまくいってないんで、キャッシュインがないんですよね。営業キャッシュフローがだからないわけでしょ。だから厳しいんですよ。入ってこないどころがないんですよ。多分マイナスなんです。
なんで厳しいと。なんでそういう風になるかといえば、やっぱりね、構造不況みたいなね、不動産構造不況って言った方がいいかな。あんま構造って言ってもさ、日本で構造問題、構造問題って言っても中身なかったんですけど、チャイナの場合は明確なんですね、この不動産作りすぎというね、需給関係とも言いますけれども、すごい需要を、むちゃくちゃな需要予測に基づいて供給を増やしすぎてしまった結果ですね、大量の在庫が売れ残ってると。その、まあ、処理がままならないということですね。同じく日経新聞にね、2月19日にこんな記事が出てました。中国、住宅在庫消化10年もと、販売不振の地方都市でということです。在庫がですね、もう10年経っても消化できないほど積み上がってるということですね。この記事曰くですね、中国の不動産市況で地域格差が広がってると言うんですね。大都市の一部では高額な住宅でも売れる一方、地方都市では在庫の過剰感が強まると。日本のバブル崩壊って全く同じだね、これね。地方に軸足を置くカントリーガーデンなど、民営大手の販売は回復の目処が立たないということで、だからまあこのねカントリーガーデン、あの碧桂園ですよ、要は碧桂園はだから地方にまあすごく持ってるので売れ残りも多く、売れ残ってるからこそキャッシュ入ってこないから利払いも滞って裁判所に訴えられてる、こういう流れなんですね、ロジックで言うとね。ちょっとねエピソードがいくつか出てるんですけど、今契約すれば駐車場の利用券が無料です、この部屋なら18万元約370万円値引きして85万元ですと。17日まで続いた春節に伴う大型連休中、南部広東省の長官市にある碧桂園住宅展示場では係員が熱心に特典の説明をしていたと。春節で帰省する人を狙ったキャンペーンだが、来客の姿はまばらだったこれはですね、住宅販売競争ね、非常に地方で激しい、まあ状況になっているということをね、象徴するような出来事なんですけれども、広東のですね、やっぱ広州ね、広い方ね、グアイジャオの方の広州ですけれども、こっからやっぱ北に200メートルほどね、離れている場所にね、この召喚者はあるらしいんですね。高速鉄道を使っても1時間かかると、広東や深圳などですね、発達が顕著な沿岸部とは異なり、内陸部で目立った産業は乏しいと。さらにですね、その市の中心にある鉄道駅の周辺にはですね、碧桂園のほか、中国恒大や、堀発達高校集団など大手が手掛ける高層マンションが数十棟も来立するということでこれ売れんだろうみたいなね、そういう話です。住宅売り切るには10年かかるというふうになんか言ってる人がいるということなんですが、川島先生がね、今ほら、ベトナムのビングループのね、本やられてますけど、フェルミ推定でね、どれぐらいかかるんかみたいなことをね、やってましたけど、まあ、それでも10年とかね、そういう単位で、この消化にはかかるのではないかと、いうふうに言ってます。こういうね、地方都市の物件ほどですね、非常に消化が厳しいと。チャイナのですね、3級4級都市と言われる地方都市ほど、住宅在庫がダブついてると。異教研究院というところね、これ不動産のまあ研究所だと思うんですけど、2023年末時点で全国100都市の消化月数は、22ヶ月と、適正とされる12から14ヶ月を大きく超えていると。3級4級都市ではさらに長く30ヶ月を要すると。逆にですね、北京、上海、深圳といった1級都市では約17ヶ月にとどまると。販売が好調というわけではないが、底打ち感は多少出ている。まあこれ日本のまあ不動産バブル崩壊の時もこんな感じでしたね。東京で下げ止まって地方はずーっとダラダラと下げが続くみたいなね。そんな感じです。民営大手の苦境が続くということで、今碧桂園はですね、かつては1位だったんですけれども、順位を落としてですね、売上ね、販売件数でね、今6位になってしまったそうです。下落した理由の一つとしてですね、3級4級都市への過剰な投資リスクについて認識が不十分だったと。3級4級都市は仕入れが安いんですよ、土地のね、の割にはまあまあ高く売れたんで、一番利材稼げるんで積極的にやってたんでしょう。それでまあ碧桂園ボロ儲けしたんですけど、ビジネスモデルが終わったと、残念ながら終わったと。チャイナのマクロデータ自体もですね、住宅販売のね、まあ、面積でも金額でもですね、2021年からずーっと下がってるんですよね。これもやっぱ厳しいと。デフレがまあ足音聞こえてきてると。いうことですね。この日経の記事曰くですね、景気の低迷や外資の中国離れも逆風だと。中国国家外貨管理局が18日に発表した23年の国際収支によると、外国企業の中国投資は30年ぶりの低水準となったと。中国事業の縮小や撤退の動きが出ており、工場新設など新規投資も細っていると。これにね、ちょっと関連してね、なんかアメリカのですね、企業がですね、中国南部に対する投資ね、ほぼゼロになってるというようなですね、まあ記事もね、出てました。これはね、日経新聞ですね、これもね。中国南部進出の米系企業、4割が事業拡大の計画なしという記事ですね。アメリカの企業で中国南部に進出する企業などで構成される河南米国商会は27日、会員企業などを対象にした調査結果を発表と。約 40% ですね。調査対象の 40% が今後3年間で中国事業を拡大する計画はないと。
計画なしと。だいたい半分ぐらいですね。もうこれ以上投資しないと。この投資しないという方針はですね、2022年の前回調査に比べ9ポイント高くなり、過去最高水準と。183社が対象だったんで、この約4割ですので、90社ぐらいですかね。90社ぐらいが、まあ、やらんと。回答内容の内訳は、アメリカが5割、中国大陸が3割で、他に香港、欧州などの、まあ、企業も入ってると。まあ、アメリカは商工会なんだけど、外国籍の企業も入ってるみたいですね。中国事業を拡大する計画がないと答えた企業の比率は、2019年、コロナ前は 13% だったらしいんですけれども、コロナ以降 30% 前後で推移してたんですが、去年さらに上がっちゃったと。さらにですね、投資の一部を海外に移すと回答した企業は 38%。これもですね、一昨年に比べて12ポイント増えて、非常に高い水準と。2018年以来の高い水準と。移転先としてはですね、中国を除くアジア、ヨーロッパ、北米、などと続いたと。あとね、一応中国市場の先行きについて楽観しているというのは6割いたそうです。でもこれもね、4ポイント下がっているということなので、やっぱ厳しいですね。外国人投資家がやっぱりチャイナから逃げてるっていうのが痛いんじゃないかなと。これニューズウィークにもね、似たような記事があってね、景気が下向きになった上、政府は理不尽、外国人投資家が歴史的ペースで中国から逃げ出したという記事ですね。これね、記事によるとね、要は情報統制が厳しくなりすぎて、投資をするときにデューディリジェンスってするでしょ。その企業のこうね、中身を調査するんですよ。資産とかね、負債とか、キャッシュフローがどうかとかね、隠れ債務ないか、帳簿外にね、変なオフバランスしたね、隠れ負債もしくは隠れ資産がね、ないかってことを調査するんですけど、そういうデューディリジェンスがですね、スパイ行為というふうに認定されてしまうので、なかなか難しいと。これまあ前にも言いましたけどね、私はそういういわゆる外資系のね、金融機関の方からこれも直接聞いた話ですけど、デューディリがスパイ行為になっちまって、それ全然情報入ってこないんで、情報入らないと投資できないんですって言ってたんですけど、その通りのことが指摘されてます。バーンズさんというですね、中国、大使ですね、アメリカのね、大使曰くですね、2023年の反スパイ法改正後に施行された家宅捜索でですね、ベインのまあ、デューディリジェンス担当のですね、人が捕まったりとか、それからミンツグループの北京事務所などでですね、捜索があって、中国人従業員5人が拘束されたと。デューディリやってただけなんですけど、それがスパイだということなんですね。一応まあ、デューディリジェンスとは、投資対象の企業や人間を調べてリスクを評価する業務と。中国が特にデューディリジェンス調査会社を、標的にした理由について、バーンズ大使はですね、中国政府は中国国民や中国企業に関するデータを独占したいと考えている。だからその領域の事業に関わるアメリカ企業は気に入らないのではないかというふうに言及しているそうなんですが、情報開示不十分だと怖くて投資できないですよね。そういうことですよ。なんでそれも悪循環の一つになってるということで、不動産ね、一体ね、外国人も買わない、中国人も買わない、誰が買うんでしょうね。政府が買うんですかね、ということで、生温かく見守っていきたいと思います。